音楽の捧げ物 BWV1079 は、ヨハンゼ・バスティアン・バッハが作曲した一つの主題に、基づく16の作品からなる曲集。風が2曲と4楽章からなる、鳥をそなた、並びに10曲のカノンが含まれる。バッハが1747年5月7日に、フリードリヒ大王の宮廷を訪ねた際、以下のような破綻調のテーマを大王より与えられた。 バッハは、これを用いてその場で、ジルバーマンのフォルテピアノにより即興演奏を行い、2ヶ月後には曲集を仕上げ、王の命による主題と付属物を、カロン様式で解決したと、ラテン語の拳字をつけて大王に検定した。拳字の頭文字をつないだ言葉リチルカーレは、風が様式ができる前の古い呼び名である。大王の主題が全曲を通して用いられた、この曲集はその後、 音楽の捧げ物として知られている。当時の新聞記事や証言が伝えるところによれば、王の与えた主題を用いて、即興演奏を求められたバッハは三世の風雅を演奏した。六世の風雅の演奏も求められたがさすがに、即興では難しく、自作の主題による即興演奏を行った。後にその場で果たせなかった六世の風雅を含む、 この作品を王に捧げたと言われる。王の主題には、ヨハン・ヨアヒム・クバンツやヤンディス・マス・ゼレンカの作品を参考にしたという説が挙げられている。アマチュアの研究家であるハンフリー・サスウムは2003年、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのフー画の主題が、王の主題と類似しており、王が主題を考案する際やバッハが、リチェル・カーレを作曲する際に下敷きにしたと主張した。 6世のリチェルカーレ譜面2曲の風画はリチェルカーレと題されている。1曲は3世の風画で、これが王の前での演奏に近いのではないかとも言われる。もう1曲が6世の風画である。10曲のカノンのうち9曲は謎カノンと呼ばれる形式で書かれている。すなわち単旋律に記号が付されており、演奏者はその記号に基づいて曲を完成させねばならない。また、 4楽章からなる、トリオ・ソナタが含まれ、これにのみ、楽器の指定がある。なお、曲集の正しい配列は確定しておらず、出版社や演奏者により、順序に違いが生じる。一つの主題に基づいて、複数の対法的作品を作るという同一のコンセプト、及び、主題の類似性から、風画の技法との関連が指摘される。有名な編曲に、 アントン・ウェーベルによる、還元落葉、編曲、六世のリチェル・カーレがある。またイーゴリ・マルケビチも、還元落葉に編曲を行っている。ソフィア・グバイ・ドゥーリナのバイオリン競争曲、オフフェルトリウムや、インイーソーの無伴奏バイオリン曲、大王の主題はこの曲の王の主題をもとにしている。ありがとうございます。